こんにちは、速稼塾の久保でございます。14時23分の相場を、見ております。お話ししたようにポジションを外してくださいましたが、ね、ポジションを外してちょっとねレンジを横に伸ばしてみますね。ちょっとこう正確にいかなかったところあります。ここではみ出しちゃってヒゲになってるところありますけども、いかがでしょうか。やっぱりレンジの内側に戻ってきているように見えますよね。でもそういうふうに決めつけないでくださいね。片方ではね、これレンジの内側に戻ってきているようにも見えますけども、もう片方ではこの上昇トレンドも疑いの一つなんですよ。こういうふうにね、そうなってくるとさらに高く上に上がる可能性があります。マンデルブロット付けのこともお話しましたよね。フラクタル幾何学のことですけども、そうなってくると、エリオット波動の、まあ、例の形ですよ。つまりはさらに上昇するっていうのも補強されてくるわけなんですよね。難しい言い回しになっちゃいましたけども、レンジの中に戻っていくような気もするけども、でもねこのまま上昇するかもしれない。だからポジションを外してくださいねっていうふうに先ほどの放送では言いました。先ほどの放送でポジションを外す、つまり利確をすれば利益は出てると思うんですよね。レンジのこの内側でバイをかけてたわけですから、もしくはここで入ったわけでしょ、そうするとここで決済すればとりあえず利益は取れるんだけども、深追いするべきか、それとも反転でレンジの中に戻っていくことを考えるべきかっていうのにはもうちょっと時間を置かなきゃなりません。少なくともねやっぱり3時間ぐらい見ないといけないんで、基本的に今日は新規のポジションを立てずに、18時まで見守る形でね、やっていきましょう。また明日方針立てましょう。それでは今晩よろしくお願いします。